精子を分けし精子を分けるのは立体機動術兄の捕縛作戦が決行された後、エルヴィン団長を含む調査兵団の主力はストヘスクにとどまり、事後処理に当たっていた。一方、調査兵団の他の兵士たちはウォールローゼ南部の拠点に駐屯していた。お前ら、すぐに支度しろ。え、今日は訓練はないはずじゃん。ウォールローゼ内地に巨人の群れが現れたらしい。え、それが本当なら壁が破られたということになります。私たちだけでは。兵団の主力はストヘスクから戻っていない。まずは現場に近い俺たちで状況を確認しておく必要がある。それともう一つ、妙な貴公子の目撃報告がある。厄介な奴なら早めに駆除しておかねばならん。妙って、あの、貴公子はみんな妙ですけど。詳しいことはまだ何も分かっていない。とにかく行ってみるしかあるまい。巨人が村に。まだ人が残ってるんだ。助けてくれ。やるぞ。生存者を探しましょう。ここまで連れてくれば大丈夫ですよね。指示通りに動け。村の住人を発見し次第連弾で報告せよ。救援に向かう。救援要請か。巨人を確認。複数体いるぞ。捕らえた。
りました。これ使ってください。ここで物資を見つけたんです。君に脅威。逃げ分隊長がおとりになったの？一人は無茶よ！
スミリケさんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。了解です。さあ来い。お前ら無事だったか。はい、なんとか。なに、あれ。まずいよ、17メートル以上はある。巨人っていうか獣じゃねえか。ここにあった貴公子か。見て、こっちへ向かってくるよ。総員、戦闘開始。目標はあの貴公子だ。刃が通らねえ。こいつ巨人ってより獣だもんな。もしかして火が苦手だったりしねえかな。
撃開始。獣の巨人はどっか行っちまったみてえだな。何だったんだあいつ。貴公子が何を考えているかなんてわからないよ。あいつは明らかに他の貴公子とは違ったと思うけど。ああでけえし毛むくじゃらだし、普通の巨人よりも頭が良さそうだったよな。ただの貴公子じゃないとしたら一体。